シュビーツ軍は、スイスのシュビーツ州の行政区で、シュビーツを軍都とする。15の自治体があり、面積は494.32、平方キロメートル、人口は55,382人である。シュビーツ州に属する軍の中で面積と人口は、最大であり、州の面積のおよそ半分を占めるが、人口は五分の二弱である。シュビーツ軍は、ツークコトルツェルンコ、 そして、ムオータタールとアインジーデルーン方面のビーバー渓谷の間の地域に広がる。昔のシュビーツ国のハントに、ほぼ相当し、数百年間のスイスの地として、歴史的に重要である。軍には15の基礎自治体がある。また、ミューテン山水系より、北側の地域をもハントに含むが、これは旧スイス連邦形成の時代に、シュビーツ軍に編入されたものである。シュビーツは、 ウーリ及び、ウンターバルデンと共に、1291年に、旧スイス連邦を建国した、最初の三国のうちの一つである。この建国の歴史は、アインジーデルン修道院との争いが決定づけたと、言っても、過言ではない。アインジーデルン修道院は、934年に、ストラスブルクで設立されたが、シュバーベン大公と神聖ローマ皇帝から、 広大な所領を与えられており、その中にはジール、アルプ、ビーバーも含まれていた。11世紀になると畜産が広がり、守備率ではより広い牧草地と産地が必要とされるようになった。ビーバーエッグ、ハッケンエッグ、ホルツエッグ、イーベルクエッグを挟んだ山の反対側の水系には十分な牧草地があったが、そこはアインジーデルン修道院の所領であった。 シュビーツの農民が農地の強奪や修道士の誘拐を繰り返したため、1283年からバルトシュタットの領主となっていたハプスブルク家は報復に出た。しかしシュビーツは1315年のモリバルテンの戦いに勝利し、ミューテン山を越えた側の広大な領域を確保したのである。ありがとうございます。